ジャルカーゴは日本航空グループにおいて貨物運送を行うサービスのブランド名であり、会社名は株式会社 JAL カーゴサービスである。単に JAL カーゴといった場合には2010年まで運航されていた JAL の貨物便専用機材を意味することもあるが、現在でも JAL で旅客便に搭載されて運送される貨物のことを JAL カーゴという。 ジャルカーゴ初号機ジャルカーゴが会社として設立されたのは1982年10月であり、JA8123 を初号機として貨物型専用機の運行をスタートした。同系機の他には、ダグラス DC-8 やボーイング747から400、ボーイング767などの貨物型に関しても導入実績を持つ。1990年代には、 ジャルスーパーロジスティクスというブランド名を使用していたこともあるが、すぐにこのキャンペーンは取り留めとなり、ジャルカーゴに戻された。2002年、ジャルカーゴは貨物便を主な対象とするワオのメンバーに参加し、さらに貨物輸送に力を注ぐようになった。なお、同社の貨物専用機の主な拠点空港は、成田国際空港であったが、一部の機体は、 関西国際空港からの貨物便も運航したほか、わずかな期間ではあるが、東京国際空港の貨物ターミナルも利用したことがある。長年にわたって貨物専用機の保有を継続していた JAL カーゴであったが、2007年からの世界同時不況を発端とする経営破綻などが引き金となって、2009年には日本貨物航空との統合を試みたものの成功せず、 翌年3月25日には貨物専用機による貨物便の運航は終了することを発表。同年11月1日のフライトを最後に貨物専用機による運航に終止符が打たれた。なお、JAL は日本で初めて貨物専用機の運航を行った航空会社であったため、2010年をもってその長い運航の歴史に幕が閉じられることになった。 なお、この時点をもって、ジャルカーゴは、完全に消滅したわけではなく、現在でもジャルは、借り入った航空などの他社貨物航空会社との、共同運航や旅客便に貨物を搭載し、貨物の運送自体は継続しているため、それにおいては、ジャルカーゴの名称が引き続き使用されている。あくまでも、貨物専用機としてのジャルカーゴが姿を消しただけなので、ある。 2009年3月からは、日本貨物航空と太平洋路線において、コードシェアを行った。また、関西国際空港において、日本貨物航空の貨物積み下ろし作業の委託も行っている。2019年8月からは、借りった航空とのコードシェアにて、東京、成田鹿五間を週3往復運航している。貨物専用機材の運航も行っていた時の機材は、 以下の通り。ジャルカーゴの国際線が2008年夏時点で貨物専用機により就航していた地点は以下の通り。欧米路線など長距離貨物便は主に747回が担っていたが、アジア路線などの短距離貨物便は大半が767回による運航であった。その理由は747回で短距離貨物便を運航する場合、 採算が合わないためである。また、コードシェア便なども含めると、JAL カーゴ以外の航空会社が運航する貨物機材も使用された。ありがとうございます。